平野紫仕様、元キング・アンド・ピンスの、渡べ、での躍進にファン熱狂。近年、日本のエンターテインメント業界において、ジャニーズ事務所とは対照的な存在が注目を浴びています。その名は平野仕様、章。彼は元キング・アンド・ピンスのメンバーとして、かずいをふうし、そのパワーで滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社。 飛べで絶好調の活動を展開しています。本記事では、平野紫仕様の驚異的な人気と、飛べの成功について詳しく探ってみましょう。平野紫仕様の快進撃。平野紫仕様の躍進は、彼が女性ファッション誌、エルジャポン11月号の特別版の表紙に登場したことから始まりました。 この特別版の発売前から予約が開始されたところ、出版社のサーバーがダウンするほどの反響があり、ファンからの熱狂が巻き起こりました。彼が所属する、トベは、ジャニーズ事務所から脱退したアーティストたちが集結する新しいプラットフォームとして注目を集めており、平野の仕様もその一員として加わりました。その後、 彼は公式インスタグラムのフォロワー数でジャニーズ事務所の大先輩である木村拓也を上回るなど圧倒的な人気を証明しています。エルジャポン特別版の争奪戦。エルジャポンの特別版に登場をする平野仕様に対する熱狂ぶりは計り知れません。公式 X アカウントが平野版の告知を行うと、 ファンたちはすぐに予約に動き、公式サイトのアクセスが殺到しました。予約が開始された19日の夜までには、サーバーがダウンし、特別版は即座に完売。その後も各ネット書店での予約受付が再開されましたが、再び瞬殺の展開となり、平野ファンは購入のチャンスを逃しました。 特別版が再販されたこともあり、Amazon、セブンネットショッピング、タワーレコードオンライン、HMV&Books オンラインなどで予約が可能となりましたが、セブンネットの場合はすでに在庫切れとなり、他のサイトでも発送までの日程が遅れる状況となりました。平野が表紙を飾ったエルジャポンはまさにプレミア化しており、彼の人気の高さを示しています。 インスタグラムのキムタクコエ。平野仕様のインスタグラムアカウントは、彼の人気をさらに証明する場となっています。木村拓哉のフォロワー数が400万人であるのに対し、平野は406万人ものフォロワーを抱えています。 ジャニーズのグループであるスノーマンのフォロワー数は212番人、キング・アンドプスでも235番人となっており、平野はこれらのグループを凌駕しています。また、平野は投稿への、いいね、数でも圧倒的な数字を記録しており、ファッション関連の写真には70ケラ90万もの反応が寄せられています。 さらに、世界的ダンサー DA あった後のダンス動画は519万再生を突破するなど、彼の注目度は絶大です。とべ、の成功とジャニーズ事務所との対比。現在のジャニーズ事務所は、小ジャニー北川氏による性加害問題を受けて大きな揺れが続いています。しかし、その一方で、とべ、は平夜使用を獲得し、大きな成功を収めています。 ジャニーズ事務所から脱退したアーティストたちが新たな舞台で躍進することでエンターテインメント業界に新たな風を吹き込んでいます。平野紫耀の成功は彼の魅力と才能に加えて飛べというプラットフォームの力も示しています。ジャニーズ事務所とは異なる道を歩むアーティストたちがファンから支持されることでエンターテインメント業界の多様性が広がっています。 ヒラの仕様の躍進が示す未来。ヒラの仕様の成功は、ジャニーズ事務所とは異なるキャリアパースを選んだアーティストたちにとって、新たな希望を示しています。彼の圧倒的な人気と才能は、飛べ、という新たなプラットフォームが提供する機会と相まって、エンターテインメント業界の未来を明るく照らしています。今後も平野仕様の活躍に注目し、 彼の成功が多くの若いアーティストたちにインスパイレーションを提供することでしょう。